はい、皆さんこんにちは、国とこナインです。こうして皆さんとお会いできたことに感謝いたします。今日は変わった焼きそばが食べられるお店に向かっています。なんと味のついてない焼きそばを卓上調味料を使って自分好みに味付けしていただくというね、珍しいスタイルのお店です。それがまた相当うまいっていう噂なんでね、それじゃ行くしかないでしょう。というわけでとくとご覧あれ。はい、すいません。これソースです。はい。お酢、お醤油、胡椒、唐辛子。醤油。通常はこれとこれです。で、これに食べる方もいます。これにこれを足した人もいます。へえ。お酢だけで食べる人、胡椒だけで食べる人。へえ。わかりました。お部屋が食べられますか。はい、いただきましょう。 ありがとうございます。 ありがとうございます。 いただきます。 いただきます。 まずそのままだな。 美味しい。そのまんまでもお酢だけで。持ち帰りはやってるんですか。あ、本当ですか。あ、うまい。うまいよこれ。
はい、すみません。ソース焼き。はい、どうぞ。はい、すいません。ソース焼きそばいただきます。うん、でも美味しい。合う。マジでうまい。美味しかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あ、すいません。はい、ありがとうございます。はい。美味しかった。美味しかった。こういうチャンネルでやってますんで。はい。あ、はいはい。よろしくお願いします。あっちにこっちに。キミちゃんと来た時の番組ですね。旅番組でしたね。あ、そうなんだ。カメラに、あのテレビには映りますね。フジテレビで。お店は何時までやってるんですか？5時11時から。あ、10時からやってるんだ。定休日はないです。あ、都合で不定休。今いつから10月ぐらいからかな。はい、すいません、ごちそうさまでした。